中年オタッキーです。前回のライブでね、予告しておりましたけど、バイクチャンネル一応立ち上げました。自己紹介の動画だけなんでまあ見に行く価値あるかなって感じなんですけども、まあぼちぼちと動画アップしていきますので、バイク好きの方、特にね、バイク好きの方、訪問していただいて、チャンネル登録だけでもしていただければと思います。動画の本数はね、本当に少なくなると思うんで、まあできれば通知オンで登録しておいた方がいいかな。もう見たいっていう方はね、まあ1ヶ月に何本上げれるかなって感じなんですよね。まあカメラの動画だけでも結構目いっぱいなんで、まあバイクの方はね、ぼちぼちやっていこうと思います。はい。で、今日はね、このカメラの紹介ですね。はい、これね、オリンパスの OM707 というカメラになります。なかなかのヘンテコぶりです。映りはね、レンズなんでね。まあ、レンズっていうか、まあ、オートフォーカスなんで、オートフォーカスの正確性とかも大事になってくるんですけども、まあ、どうでしょうということで。はい、これをね、まあ、紹介していこうと思います。それでは動画スタート。はい、このね OM707 なんですけどね、以前ね、そのオークションで、まとめて4台だったっけ、落札したうちの1台でして、まあこれレンズを外したミラーがコロンって出てきたっていうねいわく付きのカメラなんですけども、オリンパスのねオートフォーカスのレンズ交換式フィルム一眼レフカメラは多分これだけで終わりになるので、 OM303 っていうのもあるんですけど、それはそのオートフォーカスっていうのはありませんでね、パワーフォーカスって言ってね、そのモーターでね、その駆動するオートフォーカスのレンズを、手動で動かすというね、またこれもなってヘンテコリンのねカメラになってます。でね、OM707 はね、一応 OM シリーズっていうことでね、発売年が1986年10月、オリンパス初となる自動巻き上げ式 AF 一眼レフ OM707 は昭和61年1986年の発売です。操作系はほぼ完全な自動化を実現。 OM マウントの専用 AF レンズは8種類用意されました。電源を内蔵するグリップは着脱可能で、ポップアップストロボを内蔵したグリップも用意されました。この後 マニュアルフォーカス機として OM101 ですねが発売されます。レンズ交換式の AF 一眼レフ機はこの後後続機種が続かず、これが最後の機種となりました。価格は 79,800 円、ボディのみ。で PFG300 付きってことですね。これ PFG300 って何ぞやと。PFG300 はこのカメラね、この形で仕入れて、もう他の形は知らないんですけどね。まあこれね、このグリップの内側を押すとこうやってね、フラッシュがね出てくるんですね。よっ、ちょっと押しにくいシュコンってね、こんな感じでフラッシュが出てくるんですけどね、この部分がね PFG300 ということで、撮ってたらなんかグラグラするんで、なんだろうと思ってたんですよ。そしたらね、これね、うりゃ外せるんですね。外せるんですよね。で外せるんですけども、これないと写真撮れない。シャッターボタンないんでね。シャッターボタンこっちにあるんで。で、フラッシュが内蔵されてないグリップもあるらしいんですよ。で、それはちょっとないんでもわからないんですけど、これだけで仕入れたんでね。で、よっ。こんな感じで、ね、装着するんですけど、もうこの時点でかなり変わってますよね。で、ここにね、電池が入っております。この電池の蓋がね、すぐにずれてね、電池がね、接触不良になって電源が入らなくなるんですよね。ほら、入らない。もうね、この電池の蓋が超厄介でして、入れよ、この野郎。電源入んないや。さっきは入ったんだけどね。まあこんな感じでね、非常に調子が悪いカメラになります。おりゃ動け。動かねえや。もうこんなんですよね。まあとりあえずね、
調子悪い。まあとりあえずね、作例いきますかね。このレンズなんですけども、かなりカビカビの状態だったんですね。カビカビの状態で結構頑張ってね清掃したんですけどもね、カビ跡とかは残って、まあ、ダメージはあります。それを差し引いて見ていただければと、完全にカビ除去できてないですし、まあ、それを差し引いて見ていただければと思います。それでは作例スタート。はい、作例なんですけどね、これがね、まあなんと申しますか、非常に秀逸な写りなんですね。なんと申しましょうか、今回は、撮影に使ったフィルムは、ケントメア400になります。背景ボケはねちょっととんでもないぐらいうるさいものにはなると思いますが、解像度は十分ですね。これカビ跡が残ってるダメージ付きのレンズとは思えない解像度となっております。まあ、背景ボケはね残念ながら結構ねうるさいですが、まあ使えなくもないレンズですよね。これ夜撮ってみたいな、背景ボケがうるさいのが逆に面白かったりする夜も、撮りたいと思いますが、もうそもそもこのカメラを使う気にはちょっとならないかなって感じもするんですけどね。まあ最後の方はねちょっと調子が悪くなって、適当、これがこの写真はね、まあ太陽がレンズに入ってるんですけど、しっかり晴れ切りやったんで、まあまともな写りになってますが、このような逆光の時はねもう露出補正とかやり方もめんどくさいんでやってないんですけどもね。まあ、適当色丸出しの作例になりましたがね、まあこのカメラなんですけどもね、今ねずっとここに置いてたら知らん間に電源が入ってました。もうわけわからんでね、これね果たしてピントが合ってるのかどうかもわかんないんですね、これね。一応あの合掌マークはファインダー内に出るんですけど、ピント合わせるじゃないですか。で、違うとこ見てもう一遍ピント合わせようとすると動かなかったりとか、もうとにかくね、動作がね、緩慢でした。もうあの、どこにピント合わせてるんだみたいなところもたくさんありまして、非常に使いにくかったですが、このレンズはまあまあ解像度は高いですよね。まあそこはさすがにオリンパスのレンズということなんですけど、まあこの35-70F3.5から4.5というのはこの当時のね普及ズームとしてはまあ一般的なもので、各社しのぎを削ってね作っていたズームレンズになりますけどね。まあレンズの解像度はよろしいけども、カメラボディが激しく悪いということで、オートフォーカスを切ってねパワーフォーカスにすることもできるんですね。軍艦部にねボタンがありまして、ほいって押すとね、よっ、これでパワーフォーカスモードになる。パワーフォーカスモードになるとここにね、パワーフォーカスのボタンがあるんですけど、これでね、これだ。これ非常にね、こんな感じで動かすんですけど、これがね、もうこの何ですか、スイッチの形状は悪いし硬いしでね。あの今やっただけでもうすでに指が痛いです。もうね、これいろんなね意味でね、これどうなんみたいなカメラなんですけどもね、やはりオリンカスなのかな。これを79,800円、まあ定価では売ってないでしょうけど、多少値引きはあるでしょうけど、おー、買った人ねどんな感じだったんですかね。まあ時期的にね、あのミノルタのアルファ7000が出てきてる時期ですけど、まあね EOS650R もね出てきてる時期ですよね。オリンパスやっちゃったって感じですね。ちなみにあのオリンパスといえば舞谷義久さんなんですね。あの天才設計者の舞谷義久さんなんですけど、彼はこのカメラの販売には結構反対していたようでして、まあそういうこともあって、オリンパスのね AF レンズ交換式の AF 一眼レフはもうこれだけになっちゃったんですね。でこの後ね、あのブリッジカメラっていうね、あのオリンパスの L シリーズでしたっけ、で
オートフォーカスになっていきますけど、やはりね、そちらブリッツカメラの方もオートフォーカスの能力的にはちょっと微妙ですね。どっちかというとレンズ性能で勝負ということですけど、 L1 なんかはねフィルム装填がめちゃめちゃ困難で、慣れてる人でも10分ぐらいフィルム装填にかかっちゃうという、なかなかもうやっぱ L1 もヘンテクリはヘンテクリですね。映りはめちゃくちゃいいんですけど、まあ、ヘンテクリなカメラ、まあね、オリンパスが迷走している時期ですかね、まあ、オリンパスとしてはね、もうカメラ とりあえずカメラ事業売却しちゃったんで、もう今はどうなってるんでしょうね、今オリンパスね。家電量販店とかではまだ OMD とかね、あの辺は売ってますけどね、まあオリンパスがねカメラ事業を売却する流れを作った最初のきっかけまあそこまで続かねえかまあそんな感じでね、今日はねオリンパス OM707 の紹介でした。これね、まあとりあえず動画のネタになって面白いっちゃ面白いんですけど、多分このカメラで撮影することはもう二度とないと思いますが、まあそうですね、常時積んどいて、たまたま視聴者さんと会った時にあげるって感じのカメラになりますけど、どうでしょう。まあ、そんなわけでね、オタッキーを探せ、ここで出ましたオタッキーを探せ。以前ねライブでちょっと話しましたんですけど、中年オタッキー、私をね発見した人、にはね、トラックに乗ってる私を発見した人には、漏れなく1名様にこの OM707 をプレゼントいたしますので、ぜひ私を探してみてください。なかなか見つかんないと思いますけどねまあそんな感じで、今日のカメラ紹介はここまで。ここからは、視聴者様の作品紹介になってまいります。視聴者様の作品紹介のコーナーですね。投稿作品のコーナー、これちょっとものすごいことになってまして、待機者がものすごく出ております。1回の動画につきね5名までの紹介ということで、これ以上増やしたくはあまりないんですね。長いと疲れてしまうという意見がありましたんで、まあぼちぼちの紹介になっていきます。とりあえずトップバッターはね、ダムおさるもんきち2さんから、中年おたっき様お疲れ様です。今まで敬遠していたミノルタアルファシリーズを使ってみたくなり、アルファスイートとジャンク箱の常連レンズを数本購入し撮影してきましたので2枚投稿いたします。1枚目のタイトルは見上げる、撮影機材ミノルタアルファスイート、レンズ AF ズーム 2880F4 から 5.6、フィルムコダックカラープラス200を使用、 28mm 側で見上げた景色を撮影。2枚目のタイトルはシラサギ、同じくアルファスイートでカラープラス200ですが、レンズを AF ズーム 3570F4 に変えて撮影、ということなんですけどもね、まあやはりね色はすごくいいんですが、ちょっと周辺光量が気になるのが1枚目。これは絞りいくつで撮ったんですね。もしかしたらなんかの左かなんかのでも右側にもちょっとあるな。で2枚目の方のシラサギなんですけどもね、シラサギくんにちょっと光が欲しかったところですね。まあ移動するんでね、難しいところではあるんですけどもね、そこはちょっと辛抱強くということになりますが、ちょっと光がね、影になってしまったところにね、白鷺ちゃんが来ておりますね。もうちょっと長いレンズがあったら、もっと面白かったかな。はい、ダモンサルモンキさんです。ありがとうございます。次が、これはハンドルネームヨッシーさんですね。1枚投稿すいません。こんばんは。作品投稿1枚です。タイトルはウサギ駆け降りた。先日新設の棚田を見ていたら、動物の足跡がありました。画面左上から中央に降りてくるのはウサギの足跡です。横に通るのはタヌキかもしれません。ミノルタアルファ 7X にシグマ7300ズームDL マクロ、そして健康サーキュラー PL 58mm をつけ、コダックゴールド200で撮りました、ということなんですけどもね、写真なんですけど、これがなかなかに素晴らしい。新設にね、その動物の足跡がポツポツとついてるんですけども、これ季節柄ということもあり、素晴らしい写真になっておりますね。これ作品投稿コーナーのタイトル画面に、採用しようと思います。冬もうちょっとで終わりですけど、まあこんな感じで、はい、ヨッシーさんありがとうございます。
で次がねムートンさんになりますかね。中年おたけさん、YouTube いつも楽しく拝見させていただいています。久しぶりに投稿させていただきます。6回目ですが、久しぶりにフィルムカメラではなくデジカメでの投稿です。デジカメといってももう12年も前の重くてミラーもあって気合のいるカメラです。ソニーアルファ900。レンズはカールツアイスゾーナー 135mm F1.8ZA。作品1枚、タイトルが落葉に包まれてです。写真なんですけども、これね、素晴らしい作品になっておるんですよ。これね、カップルかなんかがね、じゃれてるとこでしょうけどね、水面の下にもカップルの影が映ってるんですね。非常にいい作品なんですけども、残念ながらほんのちょっぴり傾斜が狂ってるんですね。縦構図でね、手持ち。難しいところではあるんですけど、これトリミングでなんとか回避できたんじゃないかな。作品投稿のコーナー、タイトル画面級の画像なんですけど、今回はちょっと、雪のね、動物の足跡の方に行っちゃいました。すいません。十分いい作品とは思いますね。ほんのちょっぴり手直しかな。はい、ムートンさんありがとうございます。次が、達也さんですね。達也さんの作品、福島の地震、おたきさんに影響ありませんでしたでしょうか。いやー、ありませんでした。四国は全然大丈夫でした。作品投稿させていただきます。前回はタイトル画面に採用いただきありがとうございました。今回は知り合いからお借りしたニコン Z6 で試し撮りした1枚、手持ちの AFS28-300mmF3.5 から 5.6 で滋賀県近江商人屋敷で開催中のひな人形巡りに出向きました。その時に訪問した外村茂かな、文学館の蔵で撮影した階段で、タイトルは暗闇からの一歩です。真っ暗な蔵の中に差し込む光が照らす階段は暗闇からの脱出口のように見えました。ただ階段の先は天国か地獄かは分かりませんってことです。ということなんですけど、作品なんですけど、これ非常に雰囲気のある作品ですね。こういう作品ね、まあちょっと今縦構図でね、左右が黒なんでね、埋もれちゃってるかもしれないんですけどもね、私ものすごく好きですね。これモノクロで撮影してるのかな、モノクロモードで撮影、色あるのかな、ちょっと私色が弱いんでちょっとわかんないんですけど、非常に雰囲気のあるいい一枚になってます。こういうね、わずかな光を捉えて、写真撮ると雰囲気のある写真になりますね。はい、達也さんありがとうございます。これで 1,2,3,4 もう一名、ポンポコさんですね。タイトルがイニシエの私、カメラ京セラ 230AF、 レンズ京セラズーム 3570、フィルムコダックプロイメージ100、画像が 16.9 になっているのは、16:9 になっているのはミラーがずれていて、下側4分の1ぐらいが暗く潰れていたのをトリミングしたためですが、意外に良い雰囲気になりましたということで、作品なんですけど、本当に良い雰囲気なんですね。列車も走っておりまして、またこのレンズの描写がものすごく秀逸なんですね。このレンズ、実は富岡光学、富岡光学のスタッフが製造しているね、カメラ用レンズとしてはかなり末期のものになると思うんですけども、私も持っていますが、以前紹介しましたけど、非常に描写が良くなっておりますね。ただカメラが非常に使いにくい、カメラでしてね、まあ私のは調子が悪いっていうのもあったんですけども、ポンポコさんのはどうだったんでしょうね。まあ、僕のはね、京セラ 200AF、 これ 230AF とちょっとモデルが違うか、まあちょっと新しい方になるのかな、どのぐらいの性能差があるかわからないんですけど、京セラ 200AF は非常に苦しみました。でこのレンズ、バリオゾナーになるはずだったのが企画外れになって、仕方なく京セラが売ったものっていうね、噂が立っておりますね。この噂が流れてからこのカメラとレンズの、相場がぐーんと上がっちゃったんですけど、今どうなんだろうな、ちょっと調べてないからわかんないんですけどね、チャンスがあればね、仕入れて使ってみるのもありかもしれないですね。はい、今日の作品投稿のコーナーはここまで。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、もうね、長いこと待たせてすみません。もうね、あまりにも待機が増えすぎて、もうどれか分かんなくなっているような状況にあるんですけども、とりあえずポンポコさんじゃなかった、ポンポコさん選手だ、もう本当に分からなくわけ分からなくなって、ハチさんですね。ハチさんの俺のカメラのコーナー、手前からペン S ペン EE ヤシカハーフ、撮って楽しいのは S、 楽ちんなのは EE、 好きなデザインはヤシカです。
ハーフカメラなので被写体としても半分になってもらいましたというね、この作品ね、アイデアバッチリという感じなんですけどもね、オリンパスペンは S ですね。で、EE とヤシカハーフ。僕は ヤシカハーフ持ってますし、すごく好きですけど、どれも面白いカメラであることは間違いないですね。で、まあ、ペン EE をね、1台持っていくといろいろ便利なことがあります。例えば家族とかね、友達にね、撮ってもらっても楽に撮れる。ボタンを押すだけなんでね、自分の写真も残るということで、ペン EE をね、常に携行するのはおすすめですよね。またこの作品もね、見てみたいものです。はい、ハチさんありがとうございます。今日もう一人紹介したいと思います。どこだったっけかな。池さんですね。池さんの俺のカメラ。おたきさん毎度です。俺のカメラに投稿です。オリンパスペン D2。俺の旅の友になる予定ですが、コロナ禍とは関係なく肝心の旅が始まりません。いつかは徳島を合言葉にしますか。語れる喫茶店ができたら良いですねってことなんですけどね。まあ、喫茶店ね、できるかどうかわかんないんですけどね。まあ、夢でもありますけど、まあ、それはちょっともうちょっと年取ってからになるかな。まあ、喫茶店経営が難しいのはね、よくわかっておりますので、めちゃめちゃ有名になってバンバン宣伝できるようになったら、そういうね、ちょっといやらしいこと考えますが。ペン D2 なんですけどもね、ちょっとレンズにダメージはあるっぽいんですが、まあなかなかね、そのなんていうんですか、オークションとかでは結構高値になっていくカメラなんですね。これね、明るいレンズを搭載してまして、これペン D2 なんでね、CDS の露出系になったタイプになるのかな。私ちょっと持ってないから存じ上げてはないんですけど、私ペン D の方ですねは持ってるんですけども、写りは非常に秀逸になっておりますので、入手するチャンスが終わりになりましたらね、使ってみるのはありと思います。ハーフカメラでね、フルマニュアル撮影、で開放値 1.9 で、目測カメラということで、ピント合わせ非常に、開放でピント合わせはかなり困難になると思いますけどね。まあ、目測カメラ、やってみると案外面白いんでね、皆様も、ぜひチャレンジしてはどうかなと思います。はい、今日の、俺のカメラのコーナーはここまでですね。今日の動画はここまでということになりますね。バイクチャンネルの方ね、とりあえず、アップしたんですよ。とりあえず何も言わずにアップして、どのぐらい再生されるかなと思ったら、2回再生されてました。半日でね。おかしくてね、やっぱこんなもんだんだろうなと思って。で、検索したら出てくるかなと思って、YouTube 検索したらね、チャンネル名は中年オタッキンの単車で GO って言うんですけど、検索しても出てこないんですよね。これちょっとひどい扱いだなと思って。もうインプレッションもクソもない。これ YouTube を始める人って最初こんな扱いなんだなと思って、改めてね。始めた時は大変だったんだなと思ってるんですね。で、何のあれもなくて、頑張ってるだけだったらやっぱ3年ぐらいかかってしまうかなと思いますけど、そこはね、今までの視聴者様の、お力をお借りしてまた伸ばしていこうと思います。すいません。そんな感じでね、カメラチャンネルとバイクチャンネル、2本持ちになった中年オタッキーでありますが、まあ、バイクチャンネルの方は本当にぼちぼち行くんで、カメラチャンネルの方には影響はないと考えますし、そもそもね、今、動くバイク持ってない。メンテナンスしなきゃいけないんで、動けないんですね。ブレーキばらさないで動けないんですけど。まあ、春が来たらね、バイクに乗って、バイクを撮影しつつ、あっちこっちを撮影して回るかなって感じですかね。もうちょっとで春なんですけどね。バイク修理しなきゃいけないな。はい、今日の動画はここまでになります。いかがだったでしょうか。高評価、コメントよろしくです。コメント結構頑張って返してますけど、なかなか追いつかないですね。一応ね、目にした、一応全部ね、目は通してるんです。最初に目は通してるんですけど、コメント返信する時間がなかなか、ないんでね、全部返信するつもりではいますが、難しい部分もちょっと出てきつつある感じですかね。まあ、全部返信していこうと思うんで、コメントの方お願いします。高評価の方はね、ポチッと押すだけなんで、ぜひぜひ今すぐ押していただければと思います。で、チャンネル登録なんですけど、相変わらず好調です。好調ですしね、女性の視聴率が伸び始めました。ずっと 0.5 とか 0.6 だったのが今 1.4 まで伸びてます。大差ない大差ないですけどね。ただ 0.6 から 1.4 大差ないですけど倍増してるんですよねまあちょっとね、バラドクチャンネルを脱出しつつある中年オタッキーのカメラチャンネルであります。今後こうご期待ということになりますね。はい、今日の動画はここまで。また次の動画でお会いいたしましょう。まあ次の動画どうなるか、多分なんですけども
このカメラの紹介になっていくかな。よっ、これで以前いただいた、これマミヤメトラ2になるんですかね、メトラになるんですかね。ちょっとこの辺のマミヤのモデルの詳しい方ね、もしよかったらコメントの方お願いします。まあ、メトラ2で合ってるよとか、メトラで合ってるよとか、オートメトラでないことは間違いないと思うんですよ。オートがないんでね。まあ、そんな感じです。今日の動画はここまで。また次の動画をお待ちください。それでは皆さんごきげんよう。さようなら。